カホは日本の女優、タレント、ファッションモデル。血液型大型。所属事務所はスターダストプロモーション。1991年に乱世創生児の二人指定の長女として東京都に生まれる。小学5年生の時に原宿でスカウトされ、2003年に通過本関西の CM でデビュー。ティーン向けファッション雑誌、ピチレモンやジュニアアアイドル誌、 ピュアニなどでモデルを務める。2003年7月19日から8月31日の44日間、お台場冒険王の6人組イメージがある、スナップスのメンバーとして、サオリ、トヨダ・エリーラと、ライブやテレビに出演した。若手女優の登竜門として知られる、三井不動産販売の、三井のリハウス11代目リハウスバールに選ばれ、 2004年4月から2007年3月まで3年間、CM に出演していた。その後、携帯刑事ゼニ型霊23歳にして初主演を、主演を務める。2007年、主演映画、天然、小結構での演技が評価され、日本アカデミー賞や放置映画賞をはじめ、多数の新人賞を受賞すると、2008年には、東京少女、歌魂。 砂時計と主演映画が立て続けに公開。2009年、連続ドラマ、乙女夏、乙女秋,秋ではヒロインを務めた。2012年10月から11月、ワウワウの連続ドラマ W、一人静かで、初めて闇を持つ女性を演じた。12月、ケラリーのサンドロビッチ演出の、祈りと怪物、ウィルウィルの三姉妹で舞台に初挑戦した。 2013年4月、テレビ東京系連続ドラマ、みんな、エスパーだよ。で、他人の心が読める女子高生エスパーというヒロインを演じた。7月、TBS 系深夜ドラマ、悪霊病棟で、霊的能力を持った看護師という主役を演じた。ホラー作品への出演は、これが初めてとなる。2015年、出演作、 海外ダイアリーが第68回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に正式出品される。この作品で日本アカデミー賞優秀女演女優賞を受賞した。2020年主演作ブルーアワーにぶっ飛ばすでの演技が評価され第43回高崎映画祭最優秀主演女優賞を受賞した。役名の太字は主演、ヒロイン作品、参加曲、 ありがとうございます。